悔しいね、悔しいけど、いい思い出だよ。ちょっと違うなって、いろんなものが体に染み込んでるなっていう、錯覚からして。この手もちょっと並んでますね。じゃあね、今日勝つよ。ディエゴ出るディエゴ出るのあれディエゴはね、シートと助ける人カシースタメンだよ。おお。カシ？マフラーいいですよ。ね、タオルマフラー。そうなんかこれ出るって言ってた時どうしてもこれがねここに出たいなって私。25も出るしね。25も出るし、5も出るしね。試合はこっちでしょ。そうだね。でいつもこうやることだ。うん。いいじゃん。買いましょう。この日で買わせよう。そう欲しくてたまらなかったの。ねえ。そのファッションコーデか。うん。気持ちが出てない。そうだね。あの子の YouTube 見ると気持ちが若返る。女子だもん。うん。私この原色あんまり似合わないね肌色が。私もごめんなさい、この青難しくな い, ないこの青難しい。あ、白いやつね。うちも可愛、ね、い, い。中袖も買っても白で中袖だとちょっと大きく見えちゃうんですよ。あーねー。あ、タケちゃん。タケちゃん、なんでよ、なんでよ。ミスターグリーンいないの、ミスターグリーン。今もうあの青赤っぱ子供たちと。ミスターグリーン残念だ。タケちゃんの相性さ、おしゃべりタケちゃんでもいい。おしゃべりタケちゃんです。おしゃべりタケちゃん。いつも辛口だねって話をしてあげる。そうだね。勝てないやつ、ただの東京のやつ。勝ってね、一番のさ、ご祝儀だよね、クリスね、そういうのお祝いをしに聞き出したんですよね。やっぱりそうですよね。龍馬のね。そう、龍馬。今日すごい人入ってるよね。2万人だね。
コスモチーム全員来ちゃったから今頃トスは誰もいないよ。長えフォアボール。いただきます。うん、そうだね、みんな昔は投げてたけど、あー美味しい。みんな昔は投げてた、この底抜いてメガホンにするの。へえ。絶対行くのはあれ、札幌。あ、当たったの、うん、11月ですか。11月、だいぶ先だけど、あそこのセットあったんです。あの G クラのやつどうする、50で負けたら。なんでそれがないの。あり得る、札幌なら。次の札幌金子切り返して。東京来してます青と赤のマフラー振って東京、はい、東京